お、上に上がったら気づかれねえ。そしてあんなところにバナナが置いてある。この上なんかあるんかな？戻るとき用のはしごとか？なんかスピード速くね？別に今スピードアップの食べてないんやけどな。あ、これで上から見えるってことか。ぽいね、ぽいね。へぇ、イーガダンってバカなんだな。なにこれ、なんか中に町みたいなのあるんやけど。へぇ、どこに行けばいいんやろ。わからねえ。なにあれ、バナナ置いてあるよ、バナナ。え、バナナ倉庫。やったやん。剣バナナ取りまくりやん、これ。誰かやってきたりせんよね。バナナ泥棒したけど、ちょっと。えい、そして。てか、どんだけ好きなん、剣バナナ。トッパーズゲットんで、あとはどこに行けばいいんかな。とりあえず下に。これで向こうからさ、正面からやってきたら超怖いよね。よし。ここで、とりあえずいっぱい、バナナを確保できたけん。よし。あれやんね。ウホウホ言いながら取りに行くんやね。バナナ。どう？見張りに戻ったの？あー、見張り立ってるわ、立ってるわ。もう潜入しましたけどね。あ、あの辺になんかうろうろしよるね。ん、あの辺なんかうろうろしよって、こっちの方向にはこんのかな。お、怖っ。お、あそこ。なんかあの辺にもいろいろあるね。お宝か、あれ。トッパーズとか。そういうやつか。鉱石系のお宝。そういうお宝があるということもまあ分かったね。どうなん？なんかよく見えんねえけど。うわ、めっちゃ近くにおったんや。あそこにもおるやん。なに？ 3 人もおるんこれ。やばくないっすか？やばくないっすか？これ呼ばれたら終わりやもんね。あの屈強なのが3人もおるとかちょっと無理なんやん。内部の詳しい地図とかないのか？内部の詳しい地図とか。これは。さっきのさ、上のとこから投げるとかいうのもありなんかな？さっきの、ちょ待ってね。多分これさ、さっきのはしごのとこから、なんか、何気にさ、ちょっと、お、これ何？頑張りゲージとかない？あ、今出てきた。この辺からなんか、あれ渡っていけるようになっとるよね。どこから出ていくんだこれ。どこから出ていくんだこれ。いや、渡っていけないのか。そしてこれはどこに向かって、あっちにはしごがある。あ、このはしご向かっていけばいいんかな。ね、向かっていく場所がわからんけんさ、あれないよね。また戻されるっていうのも嫌やし。あの上あれ宝箱ある？ぽいよね、なんか。すげえいっぱいいるんだな。すげえいっぱいいるんだな。とりあえずこの上から投げて、あっこのはしごを、あっこのはしごを上がっていかんといかんのかな。
上に降り立ったらわかる。あ、あ、マジかよ、おい。うわー、なんかもう何、その剣ちょうだい、私に。その剣ちょうだい、私に。どこからのスタート、これ。どこ、これ。え、これもしかして一番最初のとこやない？あー、やっぱり、一番最初のとこやわ。くっそ、こんなところまで戻ってきたか。さあ、バレずにあんなところまで行くというのは結構な至難の技。どうやっていくかな。とりあえずあっこに一人。そしてあっちにも一人おるんよね。どうなんやろうな。騎士の両手剣。槍があればいいんやけど、槍はちょっとないんよね。あった。早い方がいいんかな。パワーがある方がいいんかな。ちょっとね、後ろから、不意をついてみようと思うんだけど、いけると思います？いけると思います？ちょっとさ、こう、バナナに隙を、バナナに気を取られとるときに、後ろからみたいな。こっちからは普通に下から行った方がいいかな。やっぱパワーで行こうか。騎士の両手剣、ガーディアンアクス、ガーディアンアクスプラスとかで行ってみる？よし。動けるかな？ビビりそう。とりあえずあいつ行ってみようと思うんやけど。後ろから、ビシッと。うわ、怖っ。めっちゃ怖かった、今。何気にオパールとか取ってみたりとかして。これ、まさかの上に上がれる感じ。お、上に上がったら気づかれねえ。そしてあんなところにバナナが置いてある。次はあっち側か。いけるかな？あっこにもはしごがあるんよね。何人も同時に動き寄るっていうのがきついよね、結構。でもこれさ、上をパラセールでシューって言ったらそれもう丸見えじゃね？周りから超丸見えじゃねってなるけど。でもこれで気づいてないんやけんね。アホよね。違う違う違う。危ない危ない。とりあえずこのバナナをシュッと落としてみたりしたんですけど、どうすか。お、向こうに行ったぞ。え、ここまで来れたんですけど。え、びっくりじゃね？なに？誰か気づいた？こっち。いや、気づいてないぞ。アホなんだな、きっと。んで、多分、あの人の気を引くために、立ち上がるの多分ここじゃないと無理なんよね。んで、ここで、次バナナ。これね。あ、もう、しゃがんだ時点でしまわれるんか。ダメだね、それは。手に持って、あっこか。違うよ、バナナの方に行けよ、おい。
突破。こっちに戻ってくる戻ってくる。ふぅ。え、この部屋誰もいないの？急にそんな都合いいことあるの？めっちゃ警戒するよ、私。めっちゃ警戒するよ、私。大丈夫？まあ、とりあえず、これが兜ってことなんかな。剣バナナ。剣バナナ大事に、大事に宝箱にしまってんじゃねえよ、おい。この辺の壊したらなんか音できそうよね。あ、宝箱あるじゃん、ここに。違う違う。マグネキャッチー。これビタロックになったね、今。よし。これで。はい、マグネキャッチでー。てい。めっちゃガタ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 音鳴らしよるけど。誰もこんの？ストッパーズ。これは？あー、弓か。え？なに、なんもないんだけども。どうすればいいの、これ。あ、ここにも。何これ？え？なんか目に見えない何かしらがあるっぽい。ちょっと待ってね。とりあえずこの宝箱出させて。はっ。よし。おっ、え、この中身は？ルピー。違う、ルビー。間違えた。で、これを。お、すげえ。これを。あ、すげえ。へえ。もしや、え、外やん。外に出ましたけど。なになに？あ、ここもまだアジトの中？なにこれ、すげえでかい穴？穴かな？うん、なんか誰かに声かけられた。おっさんみたいな。え？ボス？なんかちょっと下半身太りがひどいんじゃないでしょうか。お前誰だ？俺様の昼寝場で何をしている？昼寝場？バカ殿様みたいな。何？お前が腰につけているやつ。それは、もしかしてシーカーストーンか？そうです。シーカーストーン。ということは、お前、俺たちが探していたリンクってやつか？何探されてたの、私。ラッキー。探してた奴が自ら俺様のアジトに迷い込むとはな。迷い込んだわけじゃないよ、来たの。おっと失礼。俺様の生かした名を教えてやろう。もったいぶらずに、お、イーガ団の総長。強く、たくましい男。それがこの俺。だから誰だ？コウガ様だ。覚悟しな。え、何戦うの？え、何急に戦うのやめてよ。何それ爆弾？待って、何こいつ。普通になんか、あ、なるほど、そういう倒し方。へえ。ねえねえ、あのさ、なんかね、出入り口とか守り寄った人の方が強いよ、多分あなたより。はい、なるほどね。あれ、すぐ下にやってくるんやね。やってくるっていうか、降ってくるんやね。あれ？何？何何何？間抜けな動き。強くなる？二個になるのね。え？で？それをこっちにやってこさせるとか、そういう。はい。はぁ、あ。頭を狙いまーす。ポン。とりあえずこれでバシ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 やってくよー。じゃあ早くそのバリア解いて。はい。どれぐらい効き音かな。ちょっとあんまり私体力見れてないな。顔を狙った方がいいんか。
微妙にしかダメだな。あー、二連弓が壊れそう。これってさ、あれじゃない？なんか来た、こっちに飛ばしてきたあれを跳ね返すとか、そういうことができるんじゃないかなと思ったんやけど、難しいんかな。あれをちょっと跳ね返してみたりとかしたら向こうに行くんじゃないかなとね、一瞬思ったんよ。だしどうなん、この辺のちょっともったいないかな。普通のやつ使おっか。マックスラディッシュ、ダメだ。多分ね、ちょうどよく飛ばさんかったら槍とかの方がいいってことか。そういうことよね、多分。だって槍やとしたら素早くできるけん。さあ来いよ、デイ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 。多分これを、いや違うな、跳ね返せない。違うのか、違うということなのか。いけると思ったんやけどな。ということはビタロックとかでさできたりしないんですか。ビタロック、さあ来いよ。くそちげえなやっぱあのまんまやっていくってことか。このまんまやっていくしかないってことかな。あ、そういうやり方？上に来た時に。ああ、なるほどね。ほうほうほう。勉強になるわ。めっちゃ怒りよりやん。可愛いんやけど怒り方。うわ、それ痛そうよ。大丈夫？自分の頭上に落ちてきたりとかきっとするよ。待って待って待って、待ってって待ってって、それビタロックで止めれないのね、止めれないのね。あ、しばらくしたら壊れる。マグネキャッチとかでなんか、あ、できる。ほら、やった、やっぱそういうやり方やったね。く、俺様がここまでやられてしまうとは。なんだってこんなやつに。見張りの人の方が強かったよ。こんなことがあってたまるか。おっと、つい怒りに我を忘れてしまった。くっそー、いまいましい。このままやられるわけには。早く兜を送れ、兜を。そうだ。何？何、どうしたの、言えよ。てか他の奴らとか呼ばんのやね。一人で戦うんや。この俺様を本気にさせてしまったようだな。代々伝わる奥義でお前を葬り去ってやる。これで終わりだ。何、え、何、何か呼び出すの。え、さっきのでかい版、またマグネキャッチで止めるよ私。わははは、巨大すぎたか？お前が見えなくなってしまった。まあいい。どうせお前は、今に消えていなくなる。この奥義はな、一族の長のみが使える、究極の、バカなんじゃねえの、ちょっと。究極のバカなんじゃねえの。大丈夫？なんか助けてあげなくていい？卑怯者を覚えてろ。こっち別に押してないよ。若い衆、あとは頼んだぞ。え、何、若い衆来るの？多分若い衆の方が強いわ。あ、来た、え？宝箱現れましたけど。くれるの？これ。ねえ、若い衆がくれたよ、多分。どうも。おー、雷鳴の兜。イーガ団から取り戻したゲルド族の神器。ナポリスの雷に対抗できる力を持つという。ルージュに返すまで大切に保管しておこう。やったねー。
どこ行っちゃったのあれ。え、奈落の底？かわいそうに。どっから来たんだっけ私。あ、そこから来たのか。なるほど、なるほど。甲賀様とやらはもう大丈夫なのかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。